さあヤンチュンリーですね。さあどうなるか。あそう直近だとね、静岡大会でね、はい、マイケルをかなり追い込んだりと、そうですね、そうですね、はい、白くらい、チュンリー相手にもかなりいける口になってきたのかな。チュンリー戦やってると思いますね。そうだね、はい、いますからね、やっぱマスト勢もやっぱり上位になればなるほどさ、ヤンがチェンリーに行けるって言われ続けてムカつくタップパターンになる。まあそうです、ね、本来行けねえんだよ、うるせえみたいな、行ける風潮みたいなそう、ユリアンも一緒なんだけどさ、はい、まだ行けるっしょ。あ、これはあ、そう最大やつをもうしっかり、えらい飛びから最大、お見事。アマチュアでさあ、そんな風潮を打ち壊せるのか。ゲージ状況もいいですね、これ、はい、ヤン側ちょっと白黒らしからの漏らしでしたが、ちょっと疲れがあるんでしょうか。さすがに、うん、たださっき端っこでゲームしてたら楽しいって言ってたんで、はい、はいはいはい大丈夫です、心は疲れてないと思います、まあ、なるね、はい、あ、マジ水準の池に勝つわよ、もうヤンも大体強いですね、これ、うまい、しゃがみぐらい7ヒット、前方転身から緊中系、これはリアスター、見事、見事、熱男、熱男、熱男、